というわけで不審者を撃退し拘束したわ。気になることがあるから徹底的に尋問しましょう。なるほどなるほど、事情はよーくわかったよ。謎の人形オタクと道場破りがメアリーに勝負を挑んで瞬殺されたのか。残念だね道場破りくん、剣の腕には自信があっただろうに。それでどうだった、この人強かった？化け物。こら失礼だよベルサイユ。すみません、これまでに戦ったどんな魔物より強かったです。それでも失礼だよベルサイユ、なんで魔物と比べるの？化け物に魔物すごいねメアリー、せっかく先生デビューしたのに人間扱いされてない。君たちほんと最高だよ。なるほどね、そっかそっか。メアリーを倒して不法侵入罪を見逃してもらおうと思った。しかし魔物かと思うくらい強くてあっという間に捕まった。いやー、こんな面白い罪人つい見逃したくなっちゃうわ。見逃してくださるんですか？そんなわけないでしょ、どんなひどい目に遭わせてやろうか考えてるとこだぞ。やっぱりイリスクラウドって怖いところなんですね。はい、ベルサイユです。あなたは特鉄隊の隊長よ、隊員たちからは車掌と呼ばれている。特鉄隊、言い伝えにない言葉だ。鉄道関係の特殊部隊だろうか。ベルサイユ、何をぼーっとしてるの？話をするチャンスだよ。ああ、そうでしたね。私たちもあなた方にお伝えしたいことがあって参りました。話をする機会を与えてくださり感謝いたします。特別な入手経路はありません。私のも都のも正式な官給品です。いいえ、そういったことは特に。しました。特に私の軍服はかなり手を入れてあります。任務で必要だったので。都？ベルサイユ、もう少し頭を使ってよ。私たちは尋問されてるんだよ。申し訳ありません。それはベルサイユ、もう隠しても無駄だよ。この人は気づいてる、私たちがこの世界の住人じゃないって。この世界の住人じゃない？つまり幽霊ってこと？違う、そうじゃない。車掌さん、先ほどからのご無礼をお許しください。あなたの言う通り、私たちはこの世界の住人ではありません。私とこのベルサイユはイリスメトロという地下の世界からやってきました。ゲートというのは聞いたことがありませんが、私たちがメトロホールと呼んでいるトンネルをくぐってきました。地下の世界。そうそう、そういう情報を待ってたんだよね。道場破りってギャグもなかなか面白かったけどさ、あんまり見えすぎて嘘をつかれると本当に牢屋にぶち込みたくなっちゃうよね。そうなりたくなければ私に対してあんまり舐めた態度取らないでね。申し訳ありません。巫女様に直接会って話そうと思い情報を集めていたところだったもので。なぜ学園内をこそこそと逃げ回っていたの？それはですね、学生寮で
魔力というか陶器のようなものを感知して、話を信じてもらえず招かれざる客として排除されるかもって思ったんです。なるほどね。イリスクラウドの民は思っていたより武闘派なのかもしれない、もしくは野蛮なのかもしれない、そう思ったということね。すみません、焦りと不安からいろいろと考え込んでしまって、何分二人だけで来たものですから。君たちが感じたのは多分お花の陶器だね。部外者の存在に気づいてアンテナを張ったんだと思うよ。さすがはお花、特鉄隊の守護神。そのお花さんという方がセントイリスの巫女様なのですか？ううん、違うよ。お花はただの寮母さん。ただの寮母さん？で、君が手も足も出なかったこの人はただの教育実習生。まあ年齢はだいぶいってるけど中途採用ってことで。ただの教育実習生？これがイリスクラウド、巨大樹を救う巫女が存在する世界。この世界の巫女様ならきっとあの霧を晴らせる。天球の異常もなんとかできるかも。ちなみに君たちがとっても会いたがってるイリスクラウドの巫女様はこの私だぞ。それじゃあ、あなたが光をもたらすもの？え？予言書にあったメトロを救う英雄？ああ、そういう感じ。なるほどね。そっかそっか。うん、そう、我が名はイズリントン・エルロンド。イリスクラウドの巫女といえばこの私。これは失礼いたしました、イズリントン様。非礼をお詫びします。ですからどうか私たちの世界イリスメトロを救ってください。ちょっと待ってちょうだい。何か事情があるってことはわかるけど、もう少し落ち着きましょう。イズリントンもあんまり調子に乗らないの。失礼だな。いいじゃん、別に嘘は言ってないんだから。調子に乗ってるのは事実だけどさ。ベルサイユ、ミヤコ、あなたたちが言っている巫女というのはおそらくイズリントンのことではないわ。霧を晴らせる巫女というのはそこにいる車掌のことよ。車掌さん？ええ、セントイリスの巨大樹の森人を浄化し暴走を止めた。異界から流れ込んだ毒からこの世界を守ったの。霧の海が晴れて巨大樹に近づけるようになったのもこの人のおかげよ。そしてこの事実を騎士団や軍に所属している者が知らないはずがない。当然イズリントンのことも知っているはずよ。それじゃあ信じてくれるんですか？もちろんです。お二人の世界のことぜひとも聞かせてください。ヨシノたちは信じられないようなことをたくさん経験してきた。この世界には解明されてないことがたくさんある。やるべきことはどんどん増えて当たり前。それに困ってる人を見過ごすわけにはいかないもんね。皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。これでトンネルの中に取り残された仲間たちに顔向けできます。犠牲者がいるんですか？はい、メトロホールに飞び込んだ隊員は7名。そのうちこちらにたどり着けたのは私とミヤコだけです。聞こうか、その話も含めて。メアリー、二人の縄をほどいてあげて。了解よ。それからパディントン、お花に食事の用意をするように伝えてきてくれる？かしこまりました。
すべて私にお任せください。つまみ食いしないですぐに戻ってくるんだぞ。あ、今の可愛い子は私の妹ね。エルロンド家の期待の星で、特鉄隊の副官ということは、あのお方もイリス・クラウドの巫女様なのですね。うん、私と違って雷を落としたり地面を吹っ飛ばしたりはできないけど、立派な巫女だよ。この世界を救う伝説の巫女になるかも。雷を落としたり地面を吹き飛ばす、イリス・クラウドの巫女様はそんなことも可能なのですね。めったなことがない限りそんなことはしないわ。民を救うために与えられた力だからね。そのお言葉を聞いて安心しました。まあそんなに緊張しないで。喧嘩するために来たんじゃないってことは分かったからさ。はい、感謝いたします。いい人たちでよかったね、エルサンユ。それで、君たちが住んでたイリスメトロってところは一体どんなところなの？イリスメトロはこのイリスクラウドの真下にある世界です。そのためメトロの世界にはこれほど大きな空はありません。それからイリスメトロの巫女は車掌さんのように霧を晴らしたり魔物を倒す力はありません。祭壇に祈りを捧げ予言や占いをするぐらいです。メトロの人は前から私たちのことを知ってたの？はい、イリス・クラウドの存在についてはかなり昔から語り継がれています。天井の先にはイリス・クラウドというもう一つの世界があると、上の世界について書かれた文献が多く残っているんです。それにメトロにはどこか別の世界につながっていると思われる特殊なトンネルのようなものが点在しています。私たちはこれをメトロホールと呼んでいます。でもトンネルの入り口はどれも塞がれていて先に進むことはできません。このメトロホールは古代の遺跡として扱われてるんです。巫女が祈りを捧げる祭壇としているものもあります。でも何らかの理由でメトロホールが開通した。そうでなきゃ君たちはこの世界に来られないからね。はい、あのメトロホールが現れてから悪魔のような夜が始まりました。一日に何度も夜がやってくるんです。あたりは濃い霧に包まれて、メトロホールの中から凶悪な魔物が現れる。夜が何度もやってくるっていうのはどういうこと？ゲームが出ると真っ暗になっちゃうのかな？イリスメトロの昼と夜は必ずしも一定とは限りません。昼夜の切り替わりと天候の変化はイリスクラウドとは全く違います。なぜならイリスメトロにはお空と月と太陽がないから。その代わりになるものが天井にあるだけ。お天気だけじゃなくて場所によって明るさも違うってことだよ。そっか、君たちの世界はイリスクラウドの地下にあるんだもんね。そういうこと。吉野さん、もしかしてメトロのこと知ってるの？え？全然知らないよ。でも普通に考えたらわかることでしょ？たったあれだけの情報で普通そこまでわからないよ。あとね、吉野でいいよ。吉野さんって呼ばれるほど大人になりきれてないので。じゃあ吉野ちゃん。うん、それでいい。ううん、それがいい。吉野さんが天球についてあまりにも的確なことをおっしゃったので驚いているのですが。ああ、気にしないで、吉野ちゃんは天才だから。まさに今吉野さんがおっしゃった通りです。イリスメトロの天井には
天球という光源が点在しています。その天球が照らす範囲によって明るさや天気が変わるのです。小さな太陽がたくさんぶら下がってる感じかな。光っている時は昼で、消えている時は夜になる。その例えが一番わかりやすいかもしれないですね。なるほど、そういうことか。全然わからなかったけど、今ようやく理解できた。私もありがとう吉野。正直置いていかれてるなって焦ってた。さすがは工業系小狐女子。室内照明をイメージしたらもっとわかりやすいかと思います。あの忌まわしきメトロホールが出現してから、その付近の天球の挙動がおかしくなったんです。夜が訪れるタイミングが不規則になり、私たちは常時メトロホールの監視をしていなければならなくなった。いつ夜が来るかわからない。その上、一日に何度も夜が来る。防衛隊は休む間もありません。魔物もかなり手強いので防戦一方でした。メトロセントイリス鉄道騎士団とメトロセントイリス駐屯地に滞在している連合軍所属の軍人はみんなメトロホールの防衛隊に駆り出されました。主力部隊の大半を持っていかれて、その他の任務に大きな支障が出ています。長期化すればするほど被害が大きくなるわね。できるだけ早い段階で発生源を叩かないと。そうです。私と都の部隊はメトロホールの内部で情報を集める調査隊でした。最前線で魔物と戦いながら調査を行うのが仕事です。ってことは、あんたたちはメトロの連合軍では最も頼りにされている主力部隊ね。こっちで言う特鉄隊みたいなものかしら。そうですね。正式な名称はありませんが、メトロ連合軍の特殊部隊にあたります。各国の鉄道軍から集められた優秀な軍人が揃っていました。メトロホール突入時にみんなどこかに飛ばされてしまいましたか。ゲームに飲まれたってこと？いいえ、違います。開通したトンネル内に発生する魔力に耐えきれず、その場から姿を消しました。入り口まで戻されたって可能性もあるけど、どこか別のところに放り出されたって可能性の方が高いわね。はい。ですが、私と都で必ず見つけ出します。彼女たちはきっと、どこかで生きている。ベルサイユさん、さっきから気になっていたのですが、メトロセントイリスっていうのは？あ、すみません、その説明もまだでしたね。イリスメトロには5つの国があります。メトロセントイリス、メトロニシキ、メトロアイゼングラート、メトロベルフォレットに、メトロフレーマリンです。私たちの世界とまるっきり一緒じゃないですか。やはりこちらも同じでしたか。本当に言い伝え通りなんですね。イリスメトロの人たちはイリスクラウドについて知っている。イリスクラウドの人たちはイリスメトロについて何も知らない。不思議だね。何か理由があるのかな。さすがにこれ全部丸ごと信じるわけにはいかないわよ。疑ってるわけじゃないけど、この場で適当に考えた設定だっていうこともあり得るもの。ちょっとできすぎっていうか、都合が良すぎるっていうか。おっしゃることはわかります。私もそちらの立場でしたら同じことを言うでしょう。最終的な判断は車掌やイズリントンに任せるけど、もう少し説得力が欲しいわね。あんたら二人が侵入者だって事実は変わらないんだから。同感。吉野もヤクタンの意見に一票。返す言葉もありません。だから強行突破はやめておこうって言ったのに。証拠としては今一つ弱いですが、イリスメトロの世界地図を持っています。鉄道騎士団で使用しているイリスメトロの全図です。ではでは、ちょいと拝見。どうぞ。
イリス・クラウドの世界と比べてみてください。イリス・クラウドの地図とほぼほぼ一緒ね。でも錦やアイゼングラートにも海があるよ。それは地底海ですね。地底湖という見方をする研究者もいますが、どの国の海でも対岸を見つけた者はいないので海ということになっています。船で調査するのは大変だよね。はい、沖に出ると濃い霧に阻まれてしまうのでなかなか。それじゃあこっちの世界にある海とほとんど一緒だ。フレイマリンの海も大きな湖だっていう可能性も否定できない。ああ、そう言われてみればそっか。イリス・クラウドの世界図は人が観測できる限界地点までしか描かれていないだけ。別の大陸があったり海や山が続いているのかもしれないわね。君たちがやってきたっていうメトロホールはどこにあるのかな。ここです。鉄道騎士団と連合軍の拠点のすぐそばに現れました。これイリス・クラウドの地図で言うとこの駐屯地のすぐ近くじゃないですか。ええ、メトロの世界でも同じです。拠点のそばに突然現れた。まるでゲームのように。重要拠点のすぐそばだというのに、そこからやってくるモンスターは巨大樹のそばで見るものと同等かそれ以上です。今もメトロの連合軍が総力を挙げて食い止めています。私たちがイリス・クラウドの巫女様を連れてくると信じて。車掌君、どう思う？そのメトロホールにも線路が敷かれてたらいいのにね。線路ならありますよ。そんな都合のいい話がある？君たち歩いてきたんでしょ？線路の上を歩いてきたんです。この目で見たから間違いありません。メトロホールの内部にも線路が走っています。おそらくこの駐屯地から伸びているものかと。イズリントン様、もし彼女の言っていることが全て本当ならメトロホールへはミストトレインで行くことが可能では？いや、そうなんだけど、この二人の話だけを頼りに列車を動かすのはリスクが高すぎるっていうか、何かあった時に言い訳のしようがないから困っちゃうというか。決定打となる何かが欲しいな。お話中失礼します。お姉ちゃん、車掌殿、緊急事態です。お、どうした？我が妹よ、またフォークでも頭に刺さっちゃった？違います、もっと重大な報告です。駐屯地のすぐそばに謎のトンネルが発見されたそうです。あたりには濃い霧がかかっていたそうなので、ゲームと共に現れた可能性があります。メトロホールです。私とベルサイユが通ってきたトンネルですよ。これで信じていただけましたか？まったく穏やかじゃないね。平和はそう長く続かないってか。何をぼやいているの。あなたの欲しかった決定打でしょ。まあね、こうなったら行くしかない。イリスメトロを助けてくださるんですね。落ち着きなって気が早いよ。まずはそのメトロホールの調査で状況を把握した後に今後の行動を考える。君たちも重要参考人として同行してもらうからね。はい、よろしくお願いします。イリスメトロからの使者よ。イリスクラウドにようこそ。